皆さんこんにちは、さきです。本日は誠に質問の多かった荷物の受け取り方についてお話ししていきたいと思います。はい、もーくんが来ましたね。はいこれは留学生やこちらに住んでいる方から非常に質問の多いことになっておりまして、結構ね、動画にするのとかって難しいと思うんですが、まあ、今回動画にして皆さんにまあざっくりでもいいので、この辺を気をつけてくださいということをね、知っていただこうと思いました。本日の動画では日本から国際便をフィンランドに送る際の注意点と、フィンランドに荷物が届いた際に行う税関の申告についてご紹介します。後々動画内でもお知らせしておりますが、本当にこれを申告しない場合は日本に荷物が返される可能性がありますので、よろしければ最後までご覧になってください。荷物を送ってもらう際に2021年ぐらいからフィンランドでの受け取り方法が厳しくなりました。で、私が留学していた頃はテンポラリーの口座をこちらの銀行で作っていて、それでも認証ができたんですよね。で、だからすごく簡単で、それで何でもアクセスできたし、政府機関のもの以外は結構すぐポンポンポンってできた感じだったんですよね。かなり厳しくなりまして、受け取りも厳しくなったようです。これはもう留学生だけじゃなくて、在住者である私とかフィンランド人とかも同じです。まず荷物の受け取り方の時に、一番気をつけないといけないのが、受け取る側がフィンランドでする手続きがあるということです。こちらが、関税のその税関の申告と、ポスティっていう郵便局に手数料を支払わないといけない可能性があるということです。フィンランドでは税関のことをトゥルリ、郵便局のことをポスティと言いますので、こちらの動画でもそのようにお伝えしていきたいと思います。最後には留学生の方がどのように申告をしたらいいのかっていうところまでご説明していきたいと思います。留学生だったら銀行口座を作らない人もいるかもしれないし、多分銀行口座ができたとしても今認証までいけるのかちょっと微妙なところなので、その辺まで説明していきますので、最後までご覧いただけたらいいかなと思います。で、先ほどから私が認証と言っているのは、そう、フィンランドはもうほとんどのものがオンラインで完結するようになっていて、例えばコロナワクチンの証明書がもらいたいなって思うときは、オマカンタっていうところにのウェブサイトにアクセスして、そこからその銀行口座を通じて認証をしてから自分のマイページにすぐ飛べるっていうことになっているんですよね。その税務署のページとか、あとはさまざまな政府機関にアクセスするときにその認証が使えるっていうことで、それは銀行口座を開くだけではなく、その銀行口座からアイデンティフィケーションというところをこう連結してですね、全てがオンラインで完結するっていうことになっています。多分留学生で作れないようになったのではないかなと思います。正規留学生の人は作れるはずです。まず大まかな流れとして、親御さんとかが日本の郵便局で荷物を送ってもらいます。そしてフィンランドに着いてからトゥルリというところに一旦預けられます。それから申告が終わればポスティに、でポスティから自宅に届いたり、最寄りの郵便局に届いたりします。で、EMS っていうちょっと早く届く高い便であれば自宅に届くようになってるんですけれども、多分今戦争の影響で止まってるんじゃないかなと思うので、船だけかなと。日本の郵便局から送る際に気をつけていただきたいことが何点かあります。荷物を詰める前に私のおすすめとしては、その荷物の写真を撮ることをおすすめします。本当にもう一つ一つ撮るとかじゃなくて、全体的な写真を1枚収めておくといいと思います。後々申告の時に、申告に問題があればそれで証明できますし、私は何度か写真を送ったことがあるので、それで撮っておくのがおすすめです。何を送るんですかみたいな項目があると思うんですが、そちらはギフトで大丈夫です。もちろん送れるもの送れないものありますので、アルコール類とかなんかライターとかもちろん送れないので、その辺は日本の郵便局の国際便みたいなやつを調べてもらえると、いろんなものが送れませんとか、日焼け止めはこんなやつでじゃないと無理ですみたいな書いてますので、その辺はそちらをご確認ください。それで親御さんとかも中身を申告する必要があるので、中身を書かないといけないんですよね。もし服を送るのであれば、例えば私の場合であれば母に Her own clothes って書いておいてもらうとか、 Used って書いておいてもらって、これは新しくないですよということを証明する必要があります。新品のものを送るということであれば、新品を買ったということで関税がかかる可能性があるからです。3つくらいしかどうせ書けないんですけどね。で、その日本食っていうのはもう私大体ライスとか
スナックみたいな感じで、書いといてもらえると助かりますね。で、これはもう本当にざっくりで構いません。もう一つ一つ書くと本当に大変なので、本当にもうまとめて書いておくといいかなと思います。郵便局の人もね、結構うるさい人とうるさくない人がいまして、私の経験上、食べ物はまあスナックと書いておけば大丈夫だと思います。日本の郵便局から送る際に、追跡番号みたいなものがあるんですが、それはもう写真を撮って、もうその、送った時点で写真とかで送っといてもらいましょう。その追跡番号は後々フィンランドのポスティでも追跡が可能になるので、ずっと持っておくといいと思います。てか持っておく必要があります。税関もその番号になると思いますので、とりあえずもうなんか全部写真で収めとくっていう感じですかね。で、それからまあ日本に出てフィンランドに着きました。で、フィンランドに着いたらすぐトゥルリで保管されることになるんですけれども、フィンランドで受け取る方はオマポスティというあなたのポスティっていうウェブサイトがあるんですけど、それ多分 E メールアドレスでもログインできるはずなので、アカウント作ってログインするとそこで追跡ができるようになっていて、で、それで例えばアプリとかもあるので、それで通知が来ることもありますし、郵送とか E メールとかでも通知が来る可能性は多いんですけど、結構そのアプリの通知が一番早いので、それかまあインターネットでそのポスティトラッキングナンバーとかでお父さんとかお母さんから送ってもらった追跡番号をそちらに入れて検索するっていうのを頻繁にするか、放っておいても郵便来るんですけど、郵便は本当にいつも申告してから数日後とかに届くので、通知をしておくとか、まあインターネットのその追跡番号で調べるっていうのが一番早いと思います。フィンランドにもうすぐ着きますよみたいなところから申告ができるようになってるんですよ。追跡を追っていくと、まあここで申告してくださいみたいな感じの通知が来るので、通知が来るというかもう書いてるんですよね。そこにトゥルリというところのウェブサイトに行くんですが、そこで申告がオンラインで可能です。で、まあこれを決められた期限までにしないと、なんと日本に送り返されるということがありますので、届いたらもうすぐするようにしましょう。何か問題があるかもしれませんからね。これでちなみに私の友達は 2,3 人送り返されてますんで、気をつけてください本当に。トゥルリのウェブサイトでもう値段がいくらであっても申告をする必要があります。中身の値段が45ユーロ以上であれば関税を払う必要があったり、45ユーロ以下であれば関税を払わなくていいという決まりがあるようなんですが、だいたい私はいつも結構正直に申告をしているので、だいたい45ユーロ以上になります。で、まあその際も別に関税はそこまで高くなくて、一番高かったのでまあ20ユーロぐらいかなと思います。なのでそんなにめちゃめちゃいっぱい税を払わないといけないっていうことではないので、まあどちらでもご安心ください。ちなみに海外のオンラインショップとかで買ったものは値段が関係なく全部関税を払わないといけなくなりますので、例えば日本のアマゾンからこちらに送りましたってなると、日本のアマゾンで安かったけどもこちらで関税を払わないといけなくなるので、どうせ結構高くなりますので、そちらお気をつけください。なく30ユーロとかで納めておくと、まあ関税も払わなくていいからいいのかなと思うんですが、まあ私そういうことできない性格なんで意外と真面目で、だから45ユーロ以上になった時はそのままオンライン上の申告のステップに従っていけば、最終オンラインでその税金がカードで払えるようになっているので、そこからするといいかなと思います。それが終わったら、まあ、ポスティに手数料を払う必要があります。で、ポスティの手数料は一律 2.9 ユーロになっています。ポスティハンドリングフィーとかで調べると、追跡番号を入れて、でそこからオンライン上で支払うことができるので、そこも特に問題はなくいけると思います。私はここでハンドリングフィーを払ってなくて、トゥルリからポスティに行ってなくて1ヶ月ぐらいかかった時がありましたね。なので払った気になっている時もあるので気をつけてください。トゥルリとポスティがね、うまく連携していない時があって、ポスティでハンドリングフィー払ってるんですけど、なぜかトゥルリの方に通知が行っていなくて払っていない、だからまだそこで保管しておこうっていう時がたまにありますので、その時はトゥルリの方かポスティの方かどちらかに連絡をする方がいいと思います。結構本当に10分とかで帰ってくる時もありますんで、それでやってみるといいかなと思います。45ユーロ以下であれば多分ハンドリングフィーも払わなくていいんじゃないかなと思いますが、その辺はポスティとかトゥルリとかのウェブサイトを見てみてください。私は45ユーロ以上しか申告したことがないので、このままポスティのハンドリングフィーを普通に支払って、で、それから受け取りに入ります。で、受け取る時もオマポスティっていうそのウェブサイトとっても便利で、届いたっていう通知もちゃんと来て、で、それでQR コードがそのオマポスティ上で見られるようになっているんですよね。その QR コードと自分の身分証明書をポスティに持って行ってピッピッてしてもらったら、
もうそれで受け取ることが可能なので大丈夫です。結構そのままスムーズにいくかなと思います。ここからは留学生の方に向けてのことなんですけど、留学生の方、そうやって先ほど言った銀行の認証がないと思いますので、どうしたらいいかっていうと、紙のフォームがね、郵送されてくるんですが、まあ、それに書き直して送り返す、または友達でその認証ができる方たち、例えばフィンランド人の友達とか、まあ、在住者とか、で外国人だけど正規の学生の方たちはきっと銀行の認証ができるはずなので、そこで銀行の認証をしてもらってから、自分の個人情報を入れるところがあるんですけど、そこの時にその友達のお名前のところの下のところに、その申告は誰かの代わりにやってますっていうのでチェックをするところがあるので、友達のコードでそのトゥルリにログインする形にはなるんですけど、友達が代わりに申告してますよっていうことで、そのあなたの自分のインフォメーションを入れて、でそれで申告することができます。でお友達にも迷惑はかからないと思いますので、そのログインをしてもらえるお友達だけ探せば大丈夫ということになります。はい、こちらね、留学生の親御さんまで私に DM とかくださって、本当に皆さん分かりにくいところだと思うんですよね。聞いてしまったので携帯ですいません。本当にいろいろやらないといけないことがあって結構大変ですけど、意外とすぐ終わりますので、早め早めの行動がおすすめです。手伝ってもらうんだったら、そのね、早い方がいいですからね。本当に送り返されますから。だからお気をつけください。私が知っている範囲なので、本当にもしかすると違うかもしれませんから、その都度ご自身が申告をする際に調べていただけるといいかなと思います。まあ、わからないことは、ちょっと本当にトゥルリとか、ポスティとかに全部書いてますので、よかったらそちらもご覧になってください。はい、ということで本日も見てくださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。もくもまいまーい。